メスガキガルドだ。明日から本気出すって昨日も言ってたね。いっつも同じ服着てるね。あ、じ、ま、し。液晶の向こう側には行けないんだよ。大人は大変だもんね。えらいえらい。彼女とかいるわけないよね。ごめんごめん。今日もキモいね。明日は治るといいね。く、そ、ざ、こ。健康的、有料ゴミ虫。恋人いない歴のギネス記録狙ってるの？先に通報しとくね。出頭しろ、出頭しろ。好き、なんて言うと思った？セミの抜け殻みたい。卒業アルバムに死んだ目で写ってそう。たわけたわけ、内首じゃ内首。チラチラ見てたの、バレバレだよ。捕まる前に言い残したこと何かある？照れた顔、より一層気持ち悪いですね。友達いな、この話はダメだよね。ごめん、本当に。つらいよね。ごめん、悲しいよね。ごめん、ごめん、ごめんね。なんかキモーい。二次元でもモテなそう。ぬかにくぎ、のれんにうぜおし、無い、無能。ネットの中ではよく喋るんだね。飲み会誘われてないの？働け？白状してくれたら何かいいことあるかも。一人でいるの好きなの？普通にキモーい。変態じゃないよ。お兄ちゃんのは異常性癖だよ。本気出したらすごいんでしょ？早く見せてくださいよ。マジキモい。未読スルーしてあげるね。むしけら。メスガキなんて女の子に言うのよくないよ。反省しなさい、このオスザコ。モブザコロリコン。優しくされたらすぐ勘違いしそうだよね。夢にお兄ちゃんが出てきたんです。謝ってください。幼女が好きなの？気持ち悪いね。弱々生命体。ランドセル背負ってれば誰でもいいんでしょ？履歴書に書けることなさそう。ルンバの方がよく働くよ。レビューを書いておきます。お兄ちゃんがロリコンで気持ち悪いですって。レンタル彼女にすら振られそう。ロリコンが許されるのは中学生までですよ。わからせたいの？オタクがキモいんじゃないよ。お兄ちゃんがキモいんだよ。